性ですよ、ね、私のことを知ってるんだみたいな、知ってますよ、挑戦的な気持ちを常に持ってるので、うん、ようこそお越しくださいました。まずはお集まりの皆様に一言ご挨拶いただきましょう。はい、皆さんこんにちは、アンドビーヘアモデルの宮脇さくらです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いや、もう登場した瞬間の透明感がすごいなっていう感じがするんですが、今日のファッションもかなり気合が入っているように思うんですが、ちょっとポイント教えていただけますか。はい、春らしい柔らかな素材感で、アシンメトリーのセットアップドレスが素敵だなと思って決めてみました。いや、素敵ですよね、うん、もう妖精ですよ。え、バックスタイルはどんな風になってるんです。あ、素敵、本当にこうアシンメトリーな感じなんですね。いや、とっても素敵で、このファッションからもなんか今日にかける気合というのも感じられます。もうあのいきなり拍手が来ましたもんね。おじさんが入ってきた時誰も拍手しなかったですよね。はい、いや、なんか空気感がふっと変わったなっていう感じが、うん、差が出ましたね、ここでするんですけれども、はい、ここからはいろいろと伺っていくことにいたしましょう。はい、さあ、川木田さん、宮脇さくらさんを今回アンドビーヘアのモデルに起用された理由から聞かせてください。いや、もうそれはね、もう皆さんの方がご存知なんじゃないかなと思うんですけど、もう本当世界で活躍するアーティストですよね。もう本当に新しいことにも挑戦されてるし、もうすごく共感もするし、まあ、もう本当におこがましいんですけど共感してますし、もうファッションもそうですし、ヘアスタイルもそうですし、もう本当にみんなをこう魅了していくその姿、もうこれは宮脇さんしかないんじゃないかと、はい、ということでですね、いや、なんかお願いしましたね。プロ意識だったり、こういろんな部分がアンドビーヘアと通ずる、ね、部分があったんじゃないかなと思うんですけど、はい、そんな嬉しい言葉をたくさん今いただきましたけど、はい、どうですか宮脇さん、アンドビーヘアのモデルに起用されての気持ち。う、ね、もう日本を代表するメイクアップアーティストの川北さんにこう直接こう指名させていただいたのがすごく嬉しくて、私のことを知ってるんだみたいな。知ってますよ。知らない人いないですよ、誰も。ありがとうございます。でもこういう CM 発表会っていうのも日本でするのはかなり久々なので、はい、今日少し緊張してるんですけど、川北さんとご一緒させていただけてとても光栄です。いや、こちらこそです。はい、これからもアンドビーヘアモデルとしてたくさん魅力を伝えていけたらなと思ってます。はい、うん、髪の毛をこうカラーをどんどん変えるっていうのは僕すごくいいなと思ってます。はい、はい、基本的に季節が変わるごとに髪を変えてるぐらい、なんかこう気分が変わるし、すごく新しい自分を見つけられるので、私はヘアに対してはすごく挑戦的な気持ちを常に持ってるので、特にカラーリングをすごくかなり多くするので、髪の毛のその日の状態に合わせてヘアケアをしようと心がけてます。その心がけ大切な部分だと思いますけど、ちなみに昨年何回ぐらいヘアカラーチェンジしました。チェンジで言うともう数えきれないぐらいですね。はい、本当に。いや、でもいいですよね、気分も変わるし、はい、飽きないし、ね、うん、いや、あと挑戦する気持ちがないとやっぱりできないですもんね。